ミオちゃん。心配かけてごめんね。もう大丈夫。あそこ見て。ここを抜ければキャスの目前だ。トリアってノーブルスラッシュアウト。無双みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、太陽。これは良さそうなものを見つけたね。なるほど、なかなか悪くない場所も。初めて見る場所だな。この音。鉄巨人。一期一会と言っておきながら恥じ入るよ、ノア、ミオ。この声、エセル。エセル、じゃあもう片方は。あれ、アグネスのだよね。あの三日月型の飾り、操っているのはカムナビ。カムナビ、あれがエセル。公敵種だけど、なぜアグヌスのカムナビまで。思惑通り来たわね。 N のような侮りなかったといったところかしら。メビウスまでもか。 N？ ここから先には行かせないんだな。残念なんだな。あの失政官、コロニーゼータの失政官だよ。合同作戦の時見たことある。なら、もしかしてこっちは私たち側ってことか。見たことねえけど。多分な。ケベスとアグネスが共闘だ。いよいよきな臭くなってきたな。同感だ。私は本気だと伝えたはずだが。ああ、聞いたさ。だから来たの。だろうな。君たちならこの道を選ぶだろうと思っていたよ。通してくれと言っても無駄なんだろう。どうにもならん。諦めろ。なら最善を考え、全力を尽くす。よく言った。それでこそ君たちだ。ケベスとアグヌスの送り人か。やはりエニシ、お主たちに遺恨はないが、これぞ我が戦道。潔く我が競争の相手になってもらおう。潔くって、てめえ、それ鉄巨人のやりじゃねえか。いくらなんでもズリーだろう。文句を言っても始まらない。覚悟を決めろ、ユーニ。覚悟なんて。この道選んだ瞬間からとっくに決まってる。知ってたさ。ならわざわざ聞くな、バカ。くっちゃべってねえで構えろ。来るぞ。
の全てを込め止めて飛ばす。せーの、やるよ。確かにその手があったんだな。さあ、敵は目の前だ。お前の力の全てをぶつけるんだな。どうした、カムナビ。カムナビ、何があった？カムナビ！まさか、やはり瞳か？カムナビ！ああ、憧れに向かって。どうしたんだよ、キリン。死生観の力か。違う、これは二人の意志。その通りだ、ミオ、エズル。私は君たちと出会い、そして憧れていた。私たちに、その自由さに、君たちに出会えた幸運を私は噛みしめている。今は霊しかない。霊だって。この高揚感高まるぞ、エセル。私もだ、カムナビ。なんで二人が戦い始めるのよ。おお、おかしいんだな。全然支配できないんだな、エセル。なんであんたたちが戦わなきゃならない。敵は俺たちじゃないのか。言ったはずだぞ、ノア。これが私の命の使い方だと。そしてそれを教えてくれたのは君たちだ。やめなさい、今すぐやめるのよ、エセル、カムナビ。こうなったら
命の火時計が。様子が変だ。なんだあの光の流れは。あれはエセとカムナビの命。何をとち狂ってるの。あなたたちの敵はウロボロス。今すぐ戦闘をやめてウロボロスを抹殺なさい。でないとその残り少ない命すべて奪い取るわよ。なんだって。やっぱりあいつら二人の命を。エス、カムナビ。ノア、死生官たちをやるしかない。わかってる。いいんだ、ノア。私たちはこれで。いいわけないだろ。エス。そうよ。こんなの間違ってる。二人が戦う理由なんてどこにもないわ。今は理解できないだろうな。だがいつか伝わる。これが私の、私たちの願いだと。これが、この戦いが願いだっていうのか。それであんたたちは、この願いと憧れを君たちの記憶に、思いに乗せていってほしい。そして遂げろ、その崩壊を、命を繋げるんだ。人たち、応じよ。とんだ役立たずだったわね、Nのやつ。なんだってこんな二人を。まったくだな。これじゃオイラたちで抹殺するしかないんだな。お前ら。まあいいわ、どうせこうなるだろうって予測してたの。インタリンク、自分たちだけのものって思ってるでしょ。何？残念でした。私たちもできるの、インタリンク。おう、いつでもいいんだな。じゃあ行くわよ。二人は
その通りだよ。あんたたちが本当は何者なのか悔しいけどわからない。だけどこれだけはわかる。あんたたちすっごくムカつく奴らだ。後ろの顔面まだぶん殴ってなかったよな。次は私にやらせろ。ぐちゃんぐちゃんにしてやるぜ。感情をあまり表に出したくないたちなんだが、今日は別だ。ノア、止めんじゃねえぞ。思いっきりやればいいさ。半端者だって冗談じゃない。今のこの思いが半端であるもんか。俺はお前たちを許さない。消えていったエセルとカムナミの命にかけて俺はお前たちを。ロボレス風情か。決めさい。今度こそ完璧の前に戦慄させてやるわ。
である。これからがいいところなのよ。この半端者たち首に殺そうってとこなのに、まだいけるわ。こうなったらインタリック全開よ。おう、なんとか五体満足みたいだぜ。ひでえ目にあったぜ。賢明な判断だったな、ノア。ミオのおかげさ。よくわかったな。わかるよ、君の考えくらい。Woo!
ノア、変なことを聞いてもいいか？どうぞ。さっきの儀式さ、あいつらも送ってた？さすがに今日は無理だよ。俺だって人間だ。だよな。なんか安心したわ。やっぱりあんな命の使い方っておかしいよ。もっと別の使い方なかったのかな。命よりもっと大事なもの、それを得るために二人は戦った。名誉？誇り？もしくは充足感？いや違うな、言葉にできない何かだ。それって何？そんなに大事なものなの？わからない。得られたのかな、その何か。だといいけどな。本当に俺には悲しいよ、そんなの。眠れた？うん、まあね。目赤いけど。うるさい、いいでしょ別に。でも気持ちは固まった、すごく強く固まった。俺もだ。急がないとね、脅威はまだそこにあるもの。ああ同感だ。ん？意外だったよ。君もね、何でもかんでも受け入れる人だと思ってた。受け入れちゃダメなことだってある。うん、それ正しいと思うよ。絶対に正しい。エセルのことどうする？ことが済んでからコロニー4のみんなに伝えよう。彼女もきっとそれを望むはずだ。そうだよね、エセルならきっと。